D 缶の話、レザークラフトをやってまして、 D 缶っていうね、 D の形をした金属の輪っかみたいな、チェーノアみたいなね、 D 缶っていうのがあるんだけど、金具があるんですけどね、それをね買ったことがなくて、どこでも買えるんですよこれね。安く買えるし、どこでも買えると、まあ100均とかでも売ってるし、これレザークラフトに限らずに、金具でなんか吊り下げるときに、例えば洋服とかね、吊り下げるときに使うので、このつけやすいといいますか、このソーイングでね、使いやすい金具なんですね。だから基本的な金具だと言っても過言ではないと。でも私一回も D 缶持ってなくて、この前話しましたけども、D 缶とかね、私よく例示して言うんだ、金具の例示で言うんだけど、一回も買ったことなくて、使ったことなくて、だけど金具といえば D 缶みたいな感じで出すと、なんか変ですよね、使ったこともないのに。金具だったら D 缶とかの基本的な金具を、まあ店に置いてあってみたいな感じで話すんで、これ自分で使ったことないけど、見たら D 缶ってわかるからね、もう親指の先ぐらいの大きさなんだけども、買ってみようと思って、使ってみようと思いましてね。でレザークラフトでも当然基本的な金具なんで使えるんですよね。でこのレザー小物とかに D 缶をつけるとですね、ループになって、金属のループになってますから、輪っかみたいになってるから、そこにカラビナとかをかけて、まあカバンにつけるとかね、でできるので使いやすいんですよね。で金属ですから、擦れる部分金属だから耐久性も上がるっていうね。さすがにねレザー強いんだけど、レザーで輪っかを作ってそこにカラビナかけちゃうと、レザーの部分が擦れて結局切れるとかねありますから、やっぱ金属だろうということで、耐久性とかね、見た目もいいんですけども。で D 缶を使ってみたんですね。で D 缶っていうのはベロっていうね、D 缶に通して、なんていうかな、カバンとかにこう縫い合わせるようなタグというか、ベロっていう名前なんだけど、それがあるわけで、ベロの形は当然四角形でもいいし、この類的型っていうんですかね、涙型っていうんですかね、そういうのもいいし、こうひし形みたいな洒落たものもあるし、はい、そういうもので金具をね、バッグとかにつけているという、まあ、装飾的な意味合いもありますし、強度も上がるっていうね、ことができるらしいね。でやってみたらできたと。私はもちろん最初なんで普通の形ね、短冊状というか、それでやりましたけどね、簡単。それでね、今までその小物とかバッグとかを吊り下げるとき、じゃあどうしてたんだとね、革のループを作ってそこにカラビナとかけたのかっていう問題ですけど、私の場合ね、やっぱ初期の初期から革のループだと、その革が引きちぎれるともう直しようがないですよね。まあ、家帰ってね、新しく作ればいいんだけど、それは直したっていうバレバレだからね。だから革のループを作ってそこにカラビナかけて重量かけるっていうのはこれダメだろうとね、1年ぐらいで切れちゃうだろうと。で直すのも大変だし、その時同じ革が手元にあるかどうか分かんないし、ということでね、ハトメっていうのを使ってたんですね。ハトメって何かって、リング状の金具で、革にね穴を開けて、5ミリとか6ミリとか穴を開けて、そこにハトメをこう、両サイドから、表裏からこう挟んでですね、でハトメ専用工具でガンガン叩くと。でまあ金属を変形させて取れないようにして、輪っかを補強するっていうね、その穴を補強するっていう、そ
そういうね、ハトメっていう金具を使ってループを作っていたと。川に穴を開けちゃうんですね。で、穴を補強するっていう、それやってたんですね。で、このハトメが結構大変でしてね、設計の段階からここにハトメを作るとかね、決めとかないとダメですよ。後からね、ハトメをね作るのは結構大変で、縫っちゃった後からね、構造的にこのハトメが入らない、入りづらいとかね、ハトメ専用工具がこの金槌でガンガン打つんで、こう皮が傷むとかねありますし、出来上がってみたら意外にこれ使いづらいぞとかね、うん、そういうのもあるし、だいたいこの皮に穴を開けちゃうわけだから、うん、だからその穴を開けてもいいような部分に限定されますし、構造もねそうだし、あんまりこう込み入ったところには穴開けられないわけですよ、構造的にね、うん、だからハトメもいいんだけど、ハトメやっぱ選ぶんですよね、構造とか場所とか、うん、だからね、やっぱり D 缶が便利ですよね。 D 缶っていうのは小物とかバッグとか作って完璧に作ってしまった後に、ここに、吊り下げるループを作りたいという時に、後から後付けでね D 缶をつけられるので、これ市販のものにもつけられるんです、実はね。例えば市販のバッグを買ってきますよね。そのバッグは手提げの場合にこの肩掛けにしたいと、で肩掛けのそのベルトみたいなの買ってきて、ナス缶っていうね、ものがついてるんだけど、先っちょにこうナス缶っていうね、こう輪っかが開くような、ちょっと構造違うんだけど、カラビナのようなそういう構造のものがあって、そのナス缶と D 缶をつけると、このベルトがね付け外しできる、いつでも付け外しできると。で D 缶の方はですね、ベロによってこのカバンの方に縫い付けてしまうっていうねことができるわけ。うん。でこの私もね小物でやってみましたけど、違和感ないですね。自作で D 缶でベロでこう縫ってみたけど、なんかね市販のものと同じような雰囲気が出るんですね。とてもね自作でこれ後付けで つけましたよっていう感じじゃなくて、市販のもののような風合いが出るんですね。だからこれいいなと思って、うん。つまり市販のものでこの D 缶をつけてる構造と、こう手縫いでねレザークロフトでやってる構造と変わらないですよね、構造的にはほぼ変わらないと。まあミシン縫ってるとかそういう差はあるんだけど、構造は変わらないということで、あ、これ D 缶ってなんか既製品みたいないい雰囲気出るなみたいな感じまして、それでね D 缶のことをずっと調べていたら、その D 缶のベロ、さっきの類的型とかね、それからひし形とかかっこいいのありますけど、肉盛りってあるんだよ、肉盛り。 D 缶のベロそのものがベロの中心部が盛りってなってると、立体的にね盛り上がってる、透かし彫りじゃないな、なんていうか、そのなんていうか彫刻的にこう盛り上がってるというかね、リリーフ的になってるというか、うん、そういうのがあるんですね、レザークラフトでは。もちろん肉盛りについては私もね昔からキーホルダーとかで、ちょっとふかふかのねモリッとしたキーホルダーありますよ、レザーで、それいいなみたいな感じで、どうやってやるのかなみたいな感じで、調べていたんだけども、この D 缶をつけるベロにもですね、肉盛りの技術が使われる場合があって、これもまたね見た目がいいんですね。D 缶をつけるベロの中心部がモリって盛り上がってるんで、内側にね床側とか入れてるんですね。でこう立体的になって、なんかこう見てて楽しいというか面白いというか、うん、まだ肉盛りねやってないですけど、一応 D 缶は普通に、つけましたね。でつけられると、簡単につけられるし、
川にね穴を開けないから、いまあ飽きたと思えば取っちゃえばいいからね。もちろんこの目打ちで縫う穴を開けてるんですよ。だけどそれ目立たないし、うん、まあいいんじゃないでしょうかね。というわけでD 缶をね、予想以上に実用的であって装飾的であって、この市販のもののようなそういう雰囲気をね出してくれます。